ハイド。ハイド、本名、高井秀と、1969年1月29日帯は、日本のミュージシャン、ボーカリスト、シンガーソングライター。ロックバンド L ・アーク・エン、シエル、バンプスのボーカリスト。元 P ・アンク・エン・シエルのギタリスト。ソロでは、ハイド名義で活動。妻は、タレントの大石恵。和歌山県和歌山市出身。身長。 体重、青年月日などのプロフィールを完全に隠して、活動していたが、音楽雑誌、ロキン ON ジャパン2002年4月号で青年月日、1969年1月29日、及び、出身地、和歌山県和歌山市を表したことから、l クエンシエルのファンクラブ会放である、L.E.C.L. 内でも青年月日を公表した。また、身長については、 インターネット上では 156cm との説が流布されていたが2012年1月29日出版の自伝書ザハイドの中で 161cm だと明かしており同時に本名も述べている戦術の 156cm 説に関しても同書で言及があるただしこれらの情報は現在まで公式サイト上では発表されていない 好きな音楽ジャンルとして、イギリスのニューウェーブやゴシックロック、アメリカのハードロックヘビメタルハードコアなどを挙げている。また、小学校時代は、当時喫茶店だった実家のジュークボックスで、オフコースやビリー・ジョエルを聴いていたという。中学の頃から、ブリティッシュニューウェーブを聴き始めたといい、ハイドは、この頃ぐらい音楽聴いたのは、僕はこの後なかった。それぐらい。 感性の意志を築いた重要な時期だったと、当時折り返っている。デュラン・デュラン、カルチャークラブ、カジャグーグー、スパンダーバレー、デペッシュモード、デビット・シルビーアンを好きなミュージシャンとしてに挙げている。その後は、HR、HM に傾倒し、モトリー・クルー、ミス・フィッツ、GB、H、ディスチャージ、ガンズ・ローゼズといったバンドを好んで、聴くようになった。他にもザ・キュア、 レディオヘッド、ニルバーナ、メタリカ等を好んで聴いている。ちなみに、2015年に自身が敬愛する、モトリー・クルーのベーシスト、ニッキー・シックスのプロジェクト、と、バンプス主催のライブイベントで共演を果たしている。さらに、2017年には、ミス・フィッツのボーカリスト、グレン・ダンジグが属するバンド、とも、アメリカのライブで共演している。方角では前日のオフコース。 小田和正さんや、ガスタンク、デッドエンドを好んで聴いている。特に、デッドエンドから大きな影響を受けており、デッドエンドのトリビュートアルバムにも参加している。アーティストとの交友関係が広く、ミュージシャンでは、ハイドの大ファンであることを公言している大悟、ブレイカーズ、ヤス、ニュースの手越し優也などと交流があり、で、コシとは二人だけで、スノーボード旅行に行ったり、 お互いの iPhone ケースをお揃いにしたりしている中でもある。他にもロックミュージシャンとして、自身の先輩にあたる吉木、x ジャパン、清春、黒夢、サズ、後輩にあたるギタリストの宮尾などと仲が良く、ライブでも何度か共演したりしている。画家の金国吉とは、古くから親交があり、2001年4月7日には、NHK 総合テレビ特別番組、 ミッドナイトチャンネル、ハイドアンプラグドにて対談している。イゴソロアルバム、フェイスのアルバムジャケットの制作を依頼するなど、音楽活動面においても交流があった。宮崎駿監督作品、ルパン三世カリオストロの城などに影響を受け、小学生の頃からアニメーターを目指す。中学の頃は、絵を描いたり、友人たちと軍服を着て、山や海でキャンプをするという生活を送り、 中学卒業後、大阪にあるデザイン専門学校のグラフィックデザイン科へ入学するが、自身が周りの影響でギターを始めたことから、興味の対象が移り、音楽の道へ進むことになる。自身が色弱であることも、音楽の道へ進んだ理由の一つで、音楽に色彩のチェックはなくて、僕が赤だと表現したものは、歌詞や演奏によって赤になる。 音楽を始めた時には、悩みがなくな、と音楽に惹かれた、当時の心境を述べている。また、絵がうまいことを活かし、エル・アーク・エン・シエル初期のライブ告知ポスターなどのデザインや、現在でもソロ活動時のプロモーションビデオの絵コテを、自ら描いている。また、作詞するとき、制作中の曲を聴いて浮かんできたイメージを、画用紙に絵を描き、それを見て、歌詞を作っていた時期があった。 音楽活動当初、しばらくは、どのバンドの固定メンバーにもならず様々なバンドのセッションに参加していた。その後、キディ・ボムズというバンドのギタリストが脱退したため、代わりに加入、このバンドで後に、エル・アーク・エンシエルのドラマーとなるペロと出会う。キディ・ボムズでの行き詰まりを感じ始めたハイドはペロらを、誘いジェルサム、エスロットを結成。そのチョーク後ジェルサム。 エスロットのギタリストとベーシストを探して参加したセッション大会で出会ったテツアーから一緒にバンドを作ろうと話を持ちかけられるがジェルサム、エスロットの結成直後だったために断った。しかしジェルサム、エスロットでも行き詰まりを感じたハイドは話を断ってからも積極的に声をかけてきていたテツアと兵庫県西宮市でセッションをする。このセッションで手応えを感じたハイドは ジェルサム、エスロットを解散、ペロと共に、エル・アーク・エンシエルの結成に参加する。その後の活動は、エル・アーク・エンシエルを参照。徹夜からの当時の誘いに対して、ハイドの決め手となった言葉は、自分、徹夜とバンドをやっていた方が絶対に、ハイドのためになるだった。エル・アーク・エンシエルではボーカルを務め、バンドのほとんどの楽曲において、詩を手掛けている。また、コンポーザーとしても、 ハニー、ヘブン、エスドライブなどを作曲し、どちらもミリオンセラーを記録している。L.R. クエンシエル活動開始直後までは、ハイドと名乗っていたが、X ジャパンのハイドと紛らわしいために、ハイドへと改名した偶然にも、本名も同じく、ヒデトである。L.R. クエンシエルが活動初期に無料配布したビデオ、L.R. クエンシエルの冒頭では、ヒデトを表記されている。 エンディングのスタッフロールでは、ハイドと表記されている。2000年12月25日、タレントの大石めぐと入籍。2003年、第一子誕生。2008年には、自身のソロ活動において、共同プロデューサー兼ギタリストとして参加していた、KAZ と共にロックユニット、バンプスを結成した。国内外合わせて300本ものライブを行い、全国の ZEP にて、 連続公演を行う路上型ツアーをはじめ、アリーナ公演、夏の野外公演など、多彩なステージで公演を行っている。その後の活動はバンプを参照。音楽活動以外では、ファイナルファンタジーシリーズのデザイナーで画家の天野、吉高とのコラボ展覧会を開催するほか、造形作家の大塚勝利、トイズフィールドとのコラボぬいぐるみのデザインや、 ロックバンドムックのアルバムジャケットデザインを行っている。他にも2017年にはデザイナーの高原圭と共にアパレルブランドスウィッチブレードを設立している。また2015年にはユニバーサルスタジオジャパンで開催されるユニバーサルクールジャパンのオフィシャルサポーターに就任し同年1月22日のオープニングセレモニーに出席した。クエンシエルでの活動時は ハイドと小文字表記だが、その他の活動時は、ハイドと大文字表記にすることで区別している。所属レコード会社は、2001年から2009年の、間は、ホームティドリコーズ、2018年からは、バジンミュージック、ユニバーサルミュージック。また、2013年頃から、タアーティスト、タレーベル、タレコード会社の、トリビュートアルバムやコボ楽曲への参加、楽曲提供、作曲、 プロデュースなども言っている詳細講述。2001年に性をテーマに活動をスタートさせ、同年10月17日に自身が出演しているユニクロの CM ソングに起用されたエヴァーグリーンをファーストシングルとして発売した。さらに同年及び翌年にシングル2枚をリリースしている。前日のエヴァーグリーンにショートトーンシングルエンジェル、エステール、 サードシングル、シャロー・スリープの3部作の初回版 CD は、ハイド本人の強い希望により棺型の CD ケースが使用されている。2002年には、ファーストアルバム、レントゲンをリリースし、同年4月4日には、グローリア・チャッペル、品川協会の礼拝堂において、ハイドアコースティックライブと題し、ピアノとチェロとの3人編成でのアコースティックライブを開催した。 本作発売後、長らく、アルバムタイトルを冠したライブは開催されていなかったが、ソロ活動10周年となった2011年に、10th アニバーサリープレミアムライブ、レントゲンライトマイナスとしてシンフラのプリンスホテルにて、開催されている。2003年からは、ロックバンド、アブリビアンダストの経営 z が、共同プロデューサーとして参加し、活動方針を同に180度転換。 同年6月4日には、ホースシングル、エロを発売。同年11月6日には、映画、スカイハイ劇場版の主題歌に起用された、フィフスシングル、ホライズンを12月3日には、セカンドアルバム、666をリリースした。ライブは、ハイド自身がボーカルとギターを務め、サポートとして、ヒロキ、X、メディアユース、キラーズがベース、フルトン、 X スペースカウボーイ、X アブリビアン・ダスト、X バグがドラムスとして参加し、スリーピースバンドスタイルで開催した。2003年8月1日には野外ロックフェスティバル、ロキン・ジャパンフェスティバル2003にシークレットゲストとして出演した。また、翌2004年にはソロ名義で初のツアーとなる2004ファーストツアー666を国内11都市。 21公演で開催した。2005年からは共同プロデューサーの KAZ がギタリストとしても参加し、4人編成のバンドとして再び活動を開始。同年10月5日には映画ステルスの日本語版主題歌に起用されたカウンドトトゥダンをソロ名義では2年ぶりとなるシングルとしてリリース。さらに同年には歌手の中島美開への自信初の楽曲提供を 行っており、提供した楽曲、グラマース・スカイが映画7に器用さ大きな話題となった。また、同年10月29日から10月31日にかけて自身が主催し、ハロウィンイベント、ハロウィン・オブ・ザ・リビング・デッドを開催。自身の他にマ乗りる、ウーバー・ワールド、オリビア、ハイ・アンド・マイ・テ・カラー、中島美香、ヤス、ヤンネ・ディ・エーアークが出演した。 以後は自身が結成したロックユニットバンプスが引き継ぎハロウィーンの時期にイベントを催している。2006年2月発売されたシングルシーズンエスコールではサポートギタリストプロデューサーとして参加していた KAZ が作曲を担当。本作までハイドがソロ名義でリリースしたカバー曲以外の楽曲はすべて自身で作詞、作曲を行っていたが、 同年リリースされたサードアルバムフェイスも含め様相がバンドに変化するようになった。この体制が後に結成するロックユニットバンプスの原型となっており、結成の際にハイドはいろいろなタイミング、要素が重なっているんですけど、実は前回のアルバム、アルバムフェイスから今やっているようなスタイルは出来上がっていたんですよ。ただ、今後もこれまでと同じように、 ハイドっていう名前でやるのは無理があったと語っている。さらに2006年には2度目のライブツアー、ハイドツアー2006フェイスでアメリカ公演を含め40都市51公演を回っている。2006年のフェイスリリース以降、結成15周年を迎えたエル・アーク・エン・シエルの活動が主流となっていったため、2007年はソロとしての活動やリリースは一切なかった。 2008年6月27日にこれまでの活動をまとめた写真集ハイド・イズ・デッド二千2002から2008を出版し直後の7月からは新たに結成したロックユニットバンプスとしての活動を開始2009年にはソロの集大成となる初のベストアルバムハイドをリリースこれまでリリースしたシングル七作品に収録された曲とカップリングおよび アルバム3作品から曲がセレクトされ、前述の長島美香への提供曲、グラマース・スカイの全英語詞によるセルフカバーも収録されている。このリリースを区切りに、前述の写真集のタイトル、デッド・シーコール活動停止とも、相まって事実上のソロ活動休止となり、ソロ名義によるシンプリリース、ライブツアーの開催等は行われなくなった。2013年頃から、 他アーティストのトリビュートアルバムやコラボ楽曲にハイド名義で参加し始めるようになる。2013年9月4日にリリースされたデッドエンドのトリビュートアルバムデッドエンドトリビュートソングオブルニティックスマイナス収録のインバイロバーニングにボーカルとして参加して以来クローブ、中島美香、ディアーランガー、宮ヤといったアーティストのトリビュートアルバムやコラボ楽曲へ参加した。 なお、バンプスが活動休止となる2017年まで、ハイド名義での単体作品のリリースはされていない。2014年以降、毎年冬季に北海道フラノでディナーショー形式のライブコンサート、クロミサを定期開催している。ソロ名義の楽曲のほか、自身が在籍するエル・アーク・エン、シエル、バンプスの楽曲や他アーティストの楽曲をアコースティックアレンジし披露している。 2017年には、例年のフラノ公演に加え、幕張メッセ国際展示場にて、ハイドクリスマスコンサート2017クロミサ、東京マイナスを開催するなど、徐々に規模を大きくしている。2018年5月から、前年に行われたアコースティックライブに続き、アジアツアー、ハイドアコースティックコンサートツアー2018クロミサアシア、マイナスを、上海、北京、 香港、クアラルンプール、台北にて開催。また、同年6月27日には、ソロ名義では12年ぶりとなる、エースシングル、フーズガな西部 US をリリース。さらに、2018年6月から自身12年ぶりとなる、ライブツアー、ハイドライブ2018を7都市、33公演を開催し、本格的にソロでの活動を再開した。 本ツアーのサポートメンバーには、ベイマネーツ・マイ・ペインのパブロ、ギター、マノリル・ノリー、ベース、山形・亮、ドラムス、堀向彦輝き、キーボードらが参加し、5人体制で開催した。また、同年より、音楽と、ヒゲたち2018、騎士、ダン・バンパク2018、ロック・イン・ジャパン・フェスティバル2018、ポルの超特急2018、 ウェルカムツー・ロックビル2019といった国内外の多くのライブイベントに出演している。同年3月には中島美香とグラマース・スカイ2005年以来13年ぶり2度目となるタッグを組みキス・オブ・デスをプロデュースした。同曲はテレビアニメダーリン・イン・ザ・フランキスに起用された。他にも同年八月に前述のツアーの東京公演にサポートアクトとして 参加していたアメリカのロックバンドとのコラボ曲モンスターフィーチャリングハイドを配信発売した。さらに10月にはヨシキ X ジャパンとのコラボレーションシングルデッドスワンを発売。楽曲はテレビアニメ進撃の巨人シーズン3のオープニングテーマに起こされ配信開始後 iTunes のロックチャートにおいて日本をはじめアルゼンチン、メキシコ、チリ、 コロンビアなどで首位を記録した。また、同年放送された第69回 NHK 紅白歌合戦に、よしきフィーチャリングハイドとして出場し、同楽曲を披露する予定である。ハイド主催により2005年にハロウィンにライブイベント、ハロウィン・オブ・ザ・リビング・デッドを開催。3年後の2008年から2017年までは、バンプス主催で毎年イベントを開催しており、 2010年以降のイベントはハロウィンパーティーにライブタイトルを統一して実施している。また2018年は前年に活動を休止したバンプスとしてでなくハイの主催として開催された。ハロウィンライブと銘打っていることから出演者、来場者ともに仮装をした上での参加を推奨しており公式サイト内の注意事項にも仮装していただけないと 亡霊たちの機嫌が悪くなっしまいますのでご注意ください。と記載されている。主催者であるハイドも例に及ばず仮装をして出演している。2012年には同イベント参加アーティストを中心に結成したハロウィンジャンキーオーケストラでハロウィンソングハロウィンパーティーをリリースしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。